奥富博之の自分軸アップデート。さて時刻は5時31分を回っています。この時間からは筑後山公園近くにある奥富興産株式会社の専務取締役一同代表の奥富博之さんにお話を伺ってまいります。奥富博之の自分軸アップデートのコーナーです。これまで毎月第3木曜日にお届けしておりましたけれども、今月から私担当しておりますチャッピーアフターファイブ第4月曜日にお引越しということで、奥富さん改めてよろしくお願いいたします。初めまして、よろしくお願いします。はい、奥富さんもとってもお写真では拝見してたんですけれども、はい、優しそうな笑顔で大変穏やかな。そう言っていただけると嬉しいですね。はい、お会いになる方皆さん、なんかこう会うと安心しますねとかって言われることないですか？まあ、安心感があるとはよく言われますね。はい、やっぱりね、はい、そうですよね。でそんな感じがいたしておりますけれども、私も長谷さん初めて今日お会いしたんですけど、はい、なんかすごいやっぱ温かい雰囲気を感じますね。え、本当ですか？そんな衣装がすごいなんかカラフルでそう今日はちょっとカラフルにしてみました、うんうん、はい、ということですけども、ね、今回初めて。いや、全くね、さっき 2,3 分前に初めましてでしたよね本当にお電話で少しね、はいはい、お話ししましたけども、ね、これまで木曜日にお届けしてたっていうことなんですけれどもね、はい、だから木曜日ではおなじみですけれども、月曜日、今日初めてというリスナーの方もいらっしゃると思いますので、はい、今日はちょっと改めて奥富さん の, 自己紹介ですとか、はい、この自分軸についてなどを伺っていきたいなと思っております、うん、そうですね、木曜日のリスナーの方もね、今後月曜日になりますので、ぜひね、また聞いていただけたらと思いますし、また新しいリスナーの方もね、はい、ぜひ長谷さんと一緒の、ね、この掛け合いをね、見ていただければと思います。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まず奥富さん、ちょっとご自身のお話、いろいろ伺いたいんですけども、はい、二刀流と伺っているんですけど、私実は大谷、ね、翔平選手じゃないですけど、今結構まあ働き方もだいぶ変わってきまして、まあ、副業とかフリーランスの方もいますし、はい、仕事以外にもいろいろされてる方多いと思うんですけど、私自身もまあ本業っていうか、仕事も、まあ、なんていうんですか、捉え方をやっぱ変えてまして、まあ、家のというか、本業になるお仕事と、あとは自分でまあ独自にやってるお仕事がありまして、一つ、まあ、先ほどね、冒頭 の, 紹介にもありましたけども、筑後山公園近くで奥富興産株式会社という古紙をリサイクルする段ボールとか新聞ですね、はいはい、まあ、その経営全般を見てますと。で、創業は1924年、まあ、大正13年ということなんで、関東大震災の翌年なんです。あ、そういうことなんですね。ですから来年実はね、創業100周年を迎える、はい、おめでとうございます、うん、まあ、ちっちゃな会社ですが、やっぱり長くね、続けるっていうのはなかなか大変なことだと思いますんで、まあ、なんとか祝いたいなと思ってますし、うちの会社がそのやっぱ古紙やってますけども、それ以外にもやっぱ環境の問題とか、今 SDGs とか、結構関心高いテーマですよね。そうですね、うん、まあ、そういったことも今後この番組で皆さんと一緒に考えていけたらなと思ってます。はい、楽しみです、はい、でもう一つは、私自身がサラリーマン時代から会社の経営者の方の相談とか、あとはキャリアで悩んでる方の相談なんかをね、実は受けてきたんですよ。で、まあ、コーチングって言葉をまあご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、コーチングってこともやってまして、はい、まあ、これからやっぱり先ほど言ったように働き方とか、人生、生き方、働き方について悩む方も多いと思いますので、まあ、そういった方 の, 悩みも聞きながら、まあ、より良い人生をね、歩んでいけるようなことを考えていけたらと思ってやってます、はいはい、コーチングっていうのは、うん、私以前なんかちょっとやってらっしゃる方となんかたまたまですね、はいはい、野菜ソムリエっていう資格持ってるんですけど、うん、その野菜ソムリエの方でコーチングしてる方がいらっしゃって、うん、野菜ソムリエでコーチング、はい、でなんか私がただ単にその方と、あ、先輩だったんですけど、はい、なんか一緒にいて悩んでて、はい、そしたらなんか、あ、何なのこうなのっていろいろ質問を投げかけてきてくださって、それにどんどん自分が答えていくうちに、はい、ほら分かったじゃないっていう簡単に言うと、簡単に言うとそういう風になってったんですけ ど, な ど, なるほど、そんなような
そう、あのコーチングってことで、あの、はい、ティーチングとは違うんですよね。だから先生と生徒とか、まあ、教える教わるっていうよりは、はい、まあ、質問とか問いかけをこう投げかけることで、あの相談する方自身の中で気づきとか発見をこう促していくっていうようなことなんですよね、はい、うん。でもさっきそう名刺もらったら野菜ソムリエに酒ディプロマ、なんかソムリエディプロマでね、すごい資格いっぱい持ってらっしゃいますけど、なんか日本酒の資格と、うん、あとソムリエワインのソムリエを持ってるんですけど、うん、もうちょっとなんかそのワインが好きすぎてそういうことになっちゃったんですけど奥富さんは、私もね、あのワインとか、はい、あの まあ、ビールもですけどね、あの好きなので、はい、あ、そうですか、はい、じゃあちょっとそういうお話もぜひ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 お願いします。今後楽しみですけどもね、はいはいはい、でそのね、今コーチングというお話もね、うん、ありましたけども、うん、はい、この一度ですけどね、はい、この ICHIDO と書いて、うん、はい、一度なんですね、はい、これはなんかどういった意味からなんですかね。もう聞いていただいてありがとうございます、はい、あの、まあ、いろんな意味があるんですけど、まずあの人生一度きりっていう、うん、ことですから、まあ、自分がやりたいことをどんどんチャレンジしましょうっていうのもありますし、あとはあのもう一度な、まあ、もう一度ってことでチャレンジをやっぱしていきたいということもありますし、あとはあの社会のね、こう今ちょっと停滞感とかありますけども、社会の温度を一度上げたいっていう、なんかそんな思いを込めて一度ってあのつけてます。ちょっと一個、社会の温度を一度上げたい、はい、あれですね、気温じゃないですね、今暑いですけど38度とか出ちゃいますけど、社会のね、世の中 あの温度ですね、はい、まあ、情熱を持ってこうなんかしたい人が増えるとか、なんかみんなで応援しちゃうとか、はい、そういう意味合いで、はい、社会がね、もっとこう暖かくなればいいなと思ってます。素敵なお考えですよね、うん、その人生一度きりっていうのと、もう一度っていうのは、はい、例えばちょっとそうですね、20代30代の頃に諦めていた、はい、夢を例えば60 で、はい、そうです、もう一度とか、はい、ね、また社会の温度を一度上げる、あったかい感じがいいですね。そう、やっぱりまあこういう、うん、あのネット社会になってきて、うん、まあ、結構自分のこととかに、ね、目が行きがちなんですけど、うん、やっぱりみんなで支え合う分は支え合って、うん、まあ、本当なるべくいい社会に、ね、していきたいじゃないですか、せっかくなら、はい、そんな思いも込めて、まあ、私自身もいろんなことを、まあ、今チャレンジしてる最中ですね、はい、なんですね、うん、それからもう一つ、はい、なんかあの新しくですか、うん、コミュニティを立ち上げられて、昨年あの、はい、立ち上げて、まあ、何度かここでもご紹介してるんですけど、はい、チラシを先ほどあの長谷さんにも渡したんですけど、はい、あの試作クラブアイリスっていう、はい、あのコンセプトは、まあ、大人の学び場、うんうん、あとは、まあ、地域の文化的サロンっていう形で、はい、あの私がまあ長年温めてきたちょっと構想を一つ形にしたものになってます。うん、このなんかまたアイリスという意味も、あ、聞いてくれましたか聞いちゃいます、多分ね、なんかあるんだなと思って、大体あの、はい、意味はいろいろ、はい、あの、あるんです、まあ、全部は今あのここでお話しませんけど、はい、アイリスってあのお花でアイリスって花があるんですよね、はいはい、でその花言葉が希望とかメッセージっていうところで、はい、やっぱりあのこういう世の中なんですけれども、やっぱり希望を持って、はい、あのやりたいことにチャレンジしてほしいっていう思いもありますし、あとはちょっとこの、うん、大事な人に何かこう言葉をきちんと伝えたいっていうところが私の中であって、メッセージっていう言葉をね、ちょっと大事にしていきたいと思ってアイリスってしてますし、まあ、アイリスの愛はあの私の愛でもありますし、まあ、ラブの愛もあるんで、メモっちゃいますよ私の愛とラブですね、はい、そういう意味合いもありますので、ぜひ、まあ、ホームページもありますので見ていただければと思います、はい、ちょっとこちらについてはね、後ほどもう少し詳しく伺っていきたいと思います、うん、はいはい、それからこの、うん、このコーナー自分軸アップデートなんですけど、そうでした、はいはい、これね、はい、このラジオ番組持つときにどういうテーマがいいかなって思って考えてて、やっぱり今本当世の中が目まぐるしく変わってますよね、まあ、戦争があったり、ね、コロナがあったり、はい、まあ、本当に日々いろんなニュースが流れたり、でやっぱり世の中の情報に振り回されてしまったりすることも多いと思うんですけども、まあ、その中でやっぱり自分らしく生きていくためには、やっぱり自分の軸っていうものを持っておく必要があるんですね。なのでこの番
番組ではやっぱり自分軸アップデート、自分の軸をまあ太く、まあ、しなやかにしていくためにはどういったことをしていったらいいかってことをいろんな視点でね、皆さんと一緒に考えていけたらなと思って、まあ、そういうタイトルにしました、はい、自分軸って何でしょう、うん、ズバリ。これがね、あの一言で言うのがねやっぱり難しいんですけど、あ、まあ、例えばあの価値観とか、あの自分の哲学とか、あの拠り所とか、まあ、いろんな言い方あると思うんです。ですからその自分軸ってものについても一人の一人がね自分でこう言葉にできるようにしていけたらいいかなと思う。でやっぱりあの何でもそうなんですけど正解って一つじゃないんですよね、はい、うん、だからそれを皆さん自身が考えていただく、まあ、機会になればいいなと思って、あのこの番組をね、ハジさんとこれからやっていけたらと思っております、はい、そうですね、うん、こう自分のなんかこう周りもあるんだけど、まず自分のあるべき姿とか、うん、自分がどうしたいかとか、やっぱりそのあたりも見つけていくっていう、そうですね、そういうこともありますね、ありますね、まあ、やっぱり自分自身がこう ある程度自立していないと、はい、あのまあ、国とか会社とか、あるいは家庭でもやっぱ依存関係になってしまうので、あんまり依存関係になっちゃうと、はい、こうやっぱり自分軸っていうのがなかなか育たないので、はい、まずは自分 あの好きなものとか、うんうん、得意なこととかやりたいことっていうのも見つけていくっていうのも大事でしょうし、まあ、ただやっぱり自分一人だけではあの生きていけないですよね、はい、やっぱりあの誰かとの関係性とか、ね、あの会社とか組織の中での自分っていうのがあるんで、まあ、両方ですね、自分の内と外との関係を、まあ、あの考えていくと、はい、まあ、それによって自分軸っていうのが育んでいくのかななんて思いますね。そうですね、うん、やはりこういう時にあと自分でなんか自分のことって結構よくわからないこと多いです、ね、多いです、私なんかそうなんですけどなのでやはりこういうちょっと他の方のお話を聞いたりとか、はい、他の方に相談に乗っていただくことで見えてくるものってありますもんね、はい、あります。ですからね、このラジオってのすごいいいツールっていうかメディアだと思ってて、はい、リスナーの方もあの、まあ、私とハゼさんとの話を聞きながら、うん、まあ、それを自分に置き換えられる、うんうん、すごいいいあのメディアだなと私ラジオと思ってるんですよ。一方通行ではなくてね。そうですね、はい、あのリスナーの皆さんからのご相談にもお答えいただけるということなんですけど、今後。そうですね、あの、はい、先ほど私コーチングやってるって言いましたけれども、うんうん、まあその働き方とか、まあ、会社の経営者の方の、まあ、相談ごとでもいいですし、あとまあ私が本当たくさんやってきたのはやっぱりそのキャリア相談ですね、就職転職企業、まあ、私も転職4回しましたし、まあ、留学したり、まあ、海外に住んだこともあったり、まあ、結構いろんな経験をしてきたので、まあ、そういったこともあの何かお役に立つのかなと思ってます、はい、うん、ただ恋愛相談だけはちょっと苦手なんで、あのここはちょっとハセさんにお願いしたいかなと。じゃあ私はあの恋愛相談担当ということで、はい、いいですね、うん、はい、そのあたりはあの役割分担しましょう、役割分担しましょう、はい、どしどしこちらまでお寄せください、はい、お願いします、はい、お願いいたします。さあ、そして先ほどもねちょっと出てきましたけれども、うん、試作クラブアイリスですね、はい、うん、こちらあのまず作ったきっかけっていうのはどういうことだったんですか？そうですね、あの、うん、私はまあサラリーマン時代からまあ感じてたことなんですけど、あのサラリーマンでもまああの経営者でもその会社の中ではね、うん、あのまあ、知り合いができたりするんですけど、うん、それ以外のそれより外のこう関係性ってなかなか作りにくい今世の中だと思うんですよ、うん、あとはその世代間を超えたようなあの人間関係っていうのもだんだんちょっと今希薄になってきてるところがあったり、あの隣に誰が住んでるか分かんないとかね、マンションだとそういうことも問題意識としてあって、あの、まあ、せっかくなんで、まあ、特にこう地域ですよね、地域社会の場合は、まあ、年代を超えたりあの職業とか肩書きなんかもまあ関係なく、あの共通のこう価値観とかテーマでこうつながるような関係を持てる場を持ちたいってずっと思ってたんですよ、うん、で、まあ、私がこの狭山に戻ってきたのが約11年前ぐらいなのかな、東京の方から、はい、それであのもちろん会社関係とかね、あのそういうつながりあるんですけれども、やっぱりあの、まあ、今回のハゼさんもそうですよね、あこんな人いるんだとか、あのそういうの知れると面白いじゃないですか、そういう場をまあ作りたいっていうことで、あとはやっぱりあのただのこう仲良しサークルとか、まあ、ネット上であるようなコミュニティではなくて、まあ、やっぱりあの今、
大人の方がある意味、まあ、リスキリングとか言ってますけども、うん、ちょっと教養っていうところがね、私も含めてなんですけど、まだまだ足りないところがあるのかなと、うん、何でもこう情報を鵜呑みにしちゃったり、メディアから流れてくる情報ですね、自分で考えるっていう習慣がちょっと、うん、少なくなってるのかなと思ったんで、まあ、このアイリスでは皆さんと一緒に毎回毎回テーマを決めて、何かについて、まあ、お話したり発表し合ったりとか、はい、まあ、サロン的なイメージも持ってます。あ、うん、あれね、この皆さんそうですよね、ちょっとこう会社関係とかそういう以外の人間関係とか、はい、必要ですよね。まあ、これからの社会は特に必要ですね。なぜかというと、もう終身雇用も崩れてきますし、会社辞めた後定年退職した後ですね、うん、なかなかつながりって作りにくいと思うんですよ、その時にやろうと思うと。ですから、まあ、緩くつながる関係で、来たい時に来てもらうような場があると、はい、ちょっと気持ちがね楽になるっていうか、そうですね、はい、そういった交流ですとか、うん、あと学びの場というね、大人のための学び場という、うん、でもちろん若いお子さんとかね、はい、そういう方にも来てもらうように、これからもいろいろテーマ作って絵本を読んだりとか、はいはい、まあ、ワインのなんかね、ソムリエやってる長谷さん呼んで、はい、なんかワインとかその野菜についてのなんかお話を聞くとかさ、あ、まあ、とにかくいろんなテーマについて、はいはい、深掘りしてみたいです。あ、楽しそうですね、はい、これはだからどこかの場所で毎回やってるとかそういう感じではなく、実は、はい、ライブステーション狭山で毎月やってたんですが、はい、残念ながらちょっと閉店されてしまったんですね、うん、4月かな、はいはい、なんで今場所をね探してるんです。あ、そうなんですね。その探してる場所っていうのは、うん、毎回そこじゃなくてもいいんですか？いいです。毎回とかじゃなくても、うん、ちょっと今回ここでどうですか、うん、みたいな。そういう形でも全然構わない、はい、まあ、もちろん定期的にできる固定された場所があるのはいいんですけども、はいはい、まあ、今回はここって形で、まあ、移動しながらやっていくことも考えてます。はい、分かりました。でこの試作クラブアイリスについて何か知りたいと思った方はどのように検索したらいいでしょうか？あ、はい、試作クラブアイリスで検索しますとホームページもありますし、はい、Facebook やられてる方は Facebook、はい、ページもありますので、ぜひそこから参加していただければ、まあ、いろんな情報が流れてきますんで、はい、イベントの告知なんかもそちらでやってますので、ぜひご覧ください。はい、ありました、はい、ということであっという間のお時間ですけども、今日初回でしたが今後どのようになりそうですか？もうね、すごい楽しかった、なんかもう止まらなかったです話が。初さん、さすがですね。いやいや、そしたらもうどんどん止まらずにまた次回からも、はい、はい、楽しみにしておりますので。すごい楽しい時間でした。ありがとうございます。私も楽しかったです。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。